横浜みなとみらい21横浜コスモワールドコスモクロック21コスモクロック21コスモクロック21は神奈川県横浜市中区新港のみなとみらい地区に所在する観覧車であるコスモクロック21ネオン関東による旧イルミネーションコスモクロック21フルカラー LED 化後のイルミネーション1989年に開催された横浜博覧会の出展施設 コスモワールド子供共和国内のアトラクションとして建造された。当初は現在地よりも北西側の日本丸メモリアルパークリンエリアに設置されており、本来は博覧会期間内のみの運営予定であったが、会場内で最も人気が高かったことから、博覧会終了後も運営されることとなり、その後は観覧車の周辺に遊戯施設も設置し、都市型遊園地、 横浜コスモワールドの一部として組み込まれる形となった。しかし、港未来地区の発展が顕著になり、観覧車の周辺も超高層ビルの建築が行われることになったため、1998年に一度営業を終了し解体され、現在の場所へ移築される形で1999年から再び運営されている。なお、コスモワールド自体は暫定利用施設であるが、 観覧車のある新構地区側は当面存続する見込みである。かつてのランドマークとしての役割は後に建設された横浜ランドマークタワーに譲っているが、完成から20年以上経った現在も港未来21地区や横浜市のシンボルとしての存在は揺らいでおらず、市民や観光客に親しまれている。2015年12月から2016年3月に、 かけて大規模な改修工事が実施された。観覧車の支柱部に設置されたネオン管によるイルミネーションや水銀灯による間接照明、中央にあるデジタル時計がフルカラーの LED および LED 照明に置き換えられたことで生活情報の表示や立体的な光の演出など様々な表現が行えるようになった。観覧車部分の外周直径は100メートルで、 ゴンドラ及び支柱の総数は60であり、乗車定員480人は日本最大級である。建設は泉明工業が担当した。1989年の建造当時は台座を含めた全高は107.5メートルであり、観覧車のちょうど中央部分に巨大なデジタル時計を設置しただけでなく、支柱部にネオン管のイルミネーションも設置し、光により、 60の秒数及び分数を刻む構造となっていたことから世界最大の観覧車及び世界最大の時計としてギネスワールドレコーズに掲載されたこともある。その後は日本各地で巨大観覧車の造営が相次いだことから1999年の一九時には台座を重ねして全高は112.5メートルとなった。同時に イルミネーション部分もリニューアルされ、毎時15分ごとに回転輪を利用した打ち上げ花火のような演出が追加となり、夜にはライトアップも実施されるようになった。2016年3月には前日のように約17年ぶりとなる大規模リニューアルが実施され、時計表示器やイルミネーションなどがフルカラー LED 化された。イルミネーションによる演出はこれまで通り、 日没頃から午前0時まで毎時15分ごとに実施される。なお、移設後の112.5メートルという高さは、大阪の天保山大観覧車と同じ高さであるが、同期と本期は、建設主や直径、定員も同じで時計の有無を除けば、スポークや支柱など、外見の構造も、ほぼ同一の兄弟機となっている。横浜博覧会のテーマから宇宙を意味する。 コスボ、時計を意味する、クロック、21世紀を意味する、21。2016年にフルカラー LED 化され、イルミネーションの演出も多彩な表現が可能となった。ありがとうございます。